今日の御言葉、ローマ人への手紙3章20節から24節。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。私たちは律法を行うことによっては、神の前に義と認められません。イエス・キリストを信じる信仰によってのみ、私たちは義と認められます。今日一日も、神様の一方的な恵みによって、私たちが義と認められていることを感謝していきましょう。 All for Jesus!